田辺定義10月20日平成12年1月18日、旧事体、田辺貞義は男性長寿日本一だった、現在の鳥取県田里村出身の男性。田辺武平、道代の長男として誕生。実定の伊藤義孝は銀座、伊藤屋会長を務めた。広島県の高等小学校を卒業後、郵便局に勤め、1908年呉市の職員となる。 独学で文官普通試験に合格し、地方公務員として、暮れ知り院を務める。1912年東京市職員に採用され、上京。経理科主事課長代理まで昇進したが、市幹部が定義に学歴がないことを知り、委託学生として、京都帝国大学へ派遣した。その後東京市長に、 後藤新平が就任をし、財団法人東京市政調査会設立にあたり、急遽参事として、事務や会計規定を作成する担当となった。また、ニューヨーク市政調査会のチャールズ・エイビーアド博士と、共に大東京の調査研究に参画した。京都帝国大への復学を希望した矢先、関東大震災が発生。救護部を設けリーダーとして奔走した。 その後、復興総合協議会立ち上げに参加し、復興計画案を調査研究、都市計画区域、区画整理調査研究を行う。帰還し、都市問題や東京朝日新聞に区画整理反対運動を防止する論評を書いた。震災復興事業のめどがついた頃、仕事を辞して、再び京都帝大へ復学し、37歳で卒業した。 京都府の各種委員会を食卓、文官高等試験に合格、京都を軸に活動を行っていたが、東京市政調査会の3事への復帰依頼が、副会長の狼るより、直々にある。疑惑事件が多く、東京市政は混乱をしていたため、市政浄化に関心を持つ人々に呼びかけ、市政問題対策協議会を結成し、啓蒙運動やパンフレット配布。 各種協議会を作る推進役の中心的存在として尽力。1940年東京市政調査会を退職し、日中戦争で占領した地域の経済発展を促進するための国策会社である北、品開発株式会社の東京市局長となる。戦後、経営陣が離散のまま混乱していた東京市政調査会に三度目の復帰。 1946年上無理事に就任、会長職も兼務。終戦直後の出兵した状況下での再建の功績は現在でも高く評価されている。1978年顧問を退く。その後は、選挙の公明化を目的とする公明選挙連盟理事、明るい選挙推進協会と会消後は、顧問として99歳まで携わった。 1999年4月29日より、日本人男性の国内最高齢者となる。2000年1月18日、神奈川県川崎市で111歳と90日で死去。没後、老いにあたる佐藤住夫が定義の手帳などに書き残された、自分史や雑誌への投稿記事、手紙などをまとめた、京伝田辺貞義を被売品として作成している。ABC、田辺貞義。 www.plala.or.jp 2020年8月30日閲覧ありがとうございます。